時が来た。狙うはこの国の鋭ビエゾの首、それのみだ。腐ってもレナの鋭だ。正面からでは全力で挑んでもビエゾの元にたどり着くどころか城の門さえ突破できないだろう。だが俺たちは切り札を得た。この切り札を我々は確実にビエゾの喉元に届かせなければならん。そこで全戦力をいくつかの部隊に分ける。全力で挑んでも勝ち目ないって言ったそばからカッコ撃破されてしまうぞ。これは全部おとりだ。切り札を送り込むためのな。おとり部隊は城のあちこちで暴れて敵の注意を引きつけるのが役目だ。だが本物に見せかける必要がある。俺もおとりに加わる。ジルファも？けどそれじゃあビエゾには。鉄仮面、お前には誰の助けもなくシオンとただ二人あのビエゾの元にたどり着いて炎の剣を叩き込んでもらわなきゃならん。おい、まさか二人だけで送り込む気か。一人はレナだぞ。これは誰にとっても分の悪い賭けだ。分けても全てを託すことになるお前たち二人の危険が一番大きい。だからこそ今一度問うておきたい。今なら拒むこともできる。拒めばどうなる？どうもならん。この話がなしになるだけだ。そして俺は奴隷に戻る。お前がそれを望むならな。望まない。ならどうする？お前はどうしたい？俺は戦いたい。何のためにだ？何のためにお前は戦う？俺たちダナが俺たちを虐げる奴らの言いなりにならないため、奴らの都合で死なないためだ。奴隷じゃなくなるため、生きるため、自由に生きるためだ。よく言った。今こそ俺たちの望みをお前に託そう。お前が諦めない限りきっと壁は壊せるだろう。お前はどうだ？私の腹はとっくに決まっているわ。早く始めたら。ここを出てすぐ右手に門がある。まずはその先の昇降機を登れ。道々に仲間を待機させておく。迷うことがあれば彼らの支援を受けろ。他に質問はないな。よし、願わくはこの戦いが300年続いたレナ支配終焉の行使とならんことを。作戦開始。まだ信じられない気分だ。本当にレナの鋭に挑む日が来るなんて。ずいぶん浮かれてるのね。これから命がけの戦いだというのに。そりゃもちろん不安はあるさ。だけど俺たちダナがやっと掴んだ望みだからな。そういうシオンは不安はないのか？私はそんなものを感じてる暇はないの。これは最初の一歩でしかないんだから。5人の鋭全員を倒すか。壮大すぎて実感湧かないな。でもやるのよ。分かってるさ、そういう約束だしな。本当に分かってるといいんだけど、負けたら死ぬより辛いことになるかもしれないのよ。そうかもしれないが、どうせなら負けた時の心配より負けないためにどうするかを考える方が良くないか？それはそうだけど、やる以上は勝つために全力でやる。そこは信じてくれ。
リエザの城はこの先の上層ね。よし、昇降機とやらへ向かおう。俺たちも急ごう。待って。どうした？炎の剣を預ける。いいのか？ええ、この先は何があるか分からない。いざ必要になった時に間に合わないなんて事態は避けるべきよ。Thank you.
火が。マスターコアから精霊力を送るのを止めただけ。剣は預けるけど、力を発揮するのは私が必要。忘れないことに。ビエゾは急がないと。近いわ。もう少し離れて。ああすまない。そんなに近かったか。慣れてないの。誰かにそばに立たれるのが。あ、茨のせいか。意外と優しいんだな。はあ？違うのか。茨で人を傷つけないよって。分かったようなことを言わないで。何も知らないくせに。何も知らないって、それはそうだけど、そんな言い方しなくたっていいだろう。それが無神経だって言うのよ。な悪かった。ただいろいろ大変なんだなって。俺はその痛みがわからないから。悪気がなかったのは分かった。上の階に鋭の間がある。ビエゾはおそらくそこよ。ねえ。なんだ。思うことがあるならはっきり言ってもらいたいわ。え？内心で笑われるのは不愉快よ。特にあなたは表情がわからないし。笑う？何の話をしてるんだ一体。服の話よ。加賀遺跡で見るなり何か言いたげだったじゃない。あれは。何？何でもない。失礼な七人ね。失礼って勝手に勘ぐっておいて、その言い草はないだろう。だったら何を考えていたのか言いなさい。別にけなすようなことは考えてない。信用できないわ。だったら俺が何を言ったって同じじゃないか。やる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 
これで通れる。急ぎましょう。差も測れなかったのね。城内にもまだ兵士が残っているな。それでも少ない方よ。陽動がうまくいっているみたい。みんな無事でいてくれ。おじけづいたの？違う、炎の剣のことを考えていたんだ。あれを握ると妙に胸がざわつく。
レナのマスターコアから生まれた剣に頼るのが不満？そういうんじゃないんだ。ただ、なんだろう。あの剣は強すぎる気がする。何を気にしているのか知らないけど、そのおかげでスルドに挑めることを忘れないでほしいわね。言われなくても、それくらい分かってる。だといいけど。とはいえ、長く使えばそれだけ自分も焼かれる。治癒術が間に合わなければ危険なことになる。諸刃の剣には違いないわ。痛みを感じないからって。気をつけなさい。心配してくれてるのか。いいこと。あなたには全てのスルドを倒す役目がある。こんなところで倒れられては困るの。それだけよ。火の精霊力を集めてるだけあって、ひどいやつ。そんなにひどいのか。感じないんだったらね、羨ましい。
となってもらおう。なってやるものですか。怪我はないか。こんなところで何をしてたんだ。働かされてたのよ。外の力仕事が無理な奴隷は城の中でレナ人の世話をさせられる。知らなかったの。急にレナ兵たちが怒り出したんでみんな逃げ出したんだ。でも僕だけ見つかっちゃって。とにかくここにいては危ないわ。また装甲兵に見つかる前に早いところ逃げなさい。うん、助けてくれてありがとう。そうだ、これあげる。触らないで。ごめんなさい、僕ただお前が悪いんじゃないんだ。これくれるのか。うん、ここの昇降機の鍵役に立つ。ああ、すごく助かる。さあ、もう行くんだな。気をつけるんだぞ。奴隷に触られたくなくて怒鳴ったんじゃない。違うか。時間が惜しいわ。行きましょう。この調子で行きましょう。どこもかしこも岩と火ばかりで外と大して変わらないんだな。レナの城というから、なんていうか、もっとこう洗練されてるかと思ってたのに。皮肉のつもり？レナがみんなこんなのだとは思わないでもらいたいわね。じゃあなんでなんだ。大方あの男、ビエゾの趣味とかそんなところでしょうね。粗暴で品性のかけらもない。おまけに自分のことを本名でなくあだ名で呼ばせるような男よ。あの男の下に付かされた者たちには同情するわ。そうか。何？いや、俺たちを虐げる連中のことだ。全員そんなものなんだろうと思い込んでいた。でも言われてみればシオンのようなレナもいるし、一口にレナと言ってもいろいろいるんだなって。私をどんなレナだと思ってるのか知らないけど、慣れ合うつもりはないわ。分かってる。俺だって別に友達になろうって言ってるわけじゃないさ。
なんだこれは。これが修霊器よ。ダナの精霊力を集める装置。俺たちから奪った精霊力か。くそ。意外といるもんだな。こいつはまた別の鍵がいるみたいだな。戦いの最中に時々シオンが放り投げてるのは何なんだ。何って爆弾よ。爆弾って岩を吹っ飛ばしたりするときに使うあれか。けど火じゃないものも飛び出したりしてなかったか。もちろんただの爆弾じゃないわ。精霊力が充填された特別性よ。じゃあ自分で投げた爆弾を銃で撃ったりもするのは。あれは工夫。別の精霊力を込めた弾で効果を変えてるの。いつ爆発するか、どんな効果なのか、相手は予測しにくくなるから。強力な爆弾を使う上に強力な治癒術も使う。考えてみると正反対の組み合わせだな。安心しなさい。万が一爆発に巻き込まれても生きている限りは精霊術で治してあげるから、うん、せいぜい死なないように気をつけるよ。さっさと片付けましょう。やられるわ。毒だ。許さない。毒だ。撃ち込め。決めてやる。決めて。水の力で。これで終わりだ。この調子でいきましょう。これは容赦しない。
ないわよ。やめろ。みなぎってくる。問題なことはない。大げさよ。これくらい。明らかに他と違うな。使えそうな装備ね。
目的地に着いたわよ。目的地に着いたわよ。さあ、目的地に着いたわよ。目的地に着いたわよ。昇降機、あの派手な鍵は役に立ってくれそうだ。突破するぞ。バカによって炎よ、マグナレイ、マグナレイ、マグナレイ、やっと下げろ、ここで入れろ、下がれ、下がれ、もっと力が必要ね。ここは他と作りが違うな。
この先にビエゾがいるはずよ。道理で。よし、行くぞ。